はい、皆さん、こんにちは。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、カクテルパートナー、朝日カクテルパートナーのモスコーミュールですね。こちら、最近、普通のカクテルで作ったんですけど、正直微妙だった記憶があるんですが、これ何なんだっけ？ジンジャーエールとライムとウォッカか。アルコール度数 5%。これは、個人的にあんまりうまくなかったという印象があったんですけど、通常作ったらね。乾杯。微妙ですね。間違いない、これは。微妙。やっぱり、ジンジャーエールの、苦味？と、ウォッカ。それにウォッカを足して、その苦味がね、ある程度引き立つとか、なればいいんですけど、全然引き立たない上に、なんか逆に、苦味が消えちゃって。なんかね、ジンジャーエールが別の味の飲み物になったみたいな。ジンジャーエールがなんかコカ・コーラになったみたいな感じ。になっちゃってるんですね。ジンジャーエールがなんか、辛口だったジンジャーエールが、なぜか甘口になっちゃった。それはそれでいいんかもしれないけどな。いいのかどうかは分かんないけど、俺は嫌なんですけど、少なくとも。初美味しいですね、初。結構。うまい。今日ちょっと、今度動画にあげる予定なんですが、あそこ行ってきました。コメダコーヒー店。ね。コメダコーヒー店。どこだそれ？という人も、結構いるとは思うんですけど。コメダコーヒー店っていうのはですね。俺が知ったのは、桃鉄。なぜか桃鉄。
コメダコーヒー店という物件があるんですよね。コメダコーヒーっていう、あの物件がありまして、そちらを買うと、もうほぼ 100%、あの、臨時収入があるっていう、最強物件だったんですけど、これですね、確か愛知県で知らぬ人間はいないっていうぐらいすごいところみたいですね。で、今日、まあ、注文したのは、コメダコーヒー店の通常の、まあ、ブレンドコーヒーのたっぷりバージョン。量が約 1.5 倍のやつ。500円と、コメダコーヒー店の名物、シロノワール。というですね。まあ、パン生地。デニッシュパン。生地に、まあ、ソフトクリームが乗ってる。で、シロップをかけて、食べるっていう、やつなんですが、こちら結構うまかったですね。何がうまかったっていうと、まあ、具体的に言うと、ソフトクリームがうまかったっていう。んで、コメダコーヒー店で残念だったのは、このブレンドコーヒーですね。ブレンドコーヒー。こちらが、コーヒー店なのになぜかコーヒーがね、普通にね、別に大してうまくなかったっていう。大してっていうか、もういたって普通のコーヒーだったんです。もうコクも特にない、特にその、言及するようなものでもなく、香りも別にそこまででもなく、ん?って、思ったんですよね。これはちょっと、コーヒー店としてちょっと致命的じゃないかと思ったんですけど、あのアメリカンコーヒーにすればよかったかなというのも思ったんですけど、アメリカンコーヒーあんまり好きじゃないんですよね。これだったらあれだな、クリームコーヒーとかにすればよかったな。あの、いわゆる、フロート、コーヒーフロートの、コーヒーフロートか。なんですが、なんと。普通にね、コーヒーはね、普通だったんですよ。だと思ったんです。ですが、こちらに、あの、コーヒーフレッシュ。まあ、ついてくるやつですね。まあ、ついてくるやつっていうか、特製のらしいですね。あの、コメダコーヒー特製の、コーヒーフレッシュ。加えたら、非常に美味しかったです。絶対あれ、本体は、コーヒーではなく、コーヒーフレッシュじゃないかと。思ったぐらいなんですけど。
まあでも少なくともブレンドコーヒーはまずかったね。まずかったねっていうか、これに500円を出す価値は全くなかったね。はっきり言って。はっきり言わせてもらうと。コメダコーヒー店好きな人には申し訳ないんですけど。普通にね、スターバックスの、ドリップコーヒーの方が、10倍ぐらい個性があったね。100%。10倍ぐらい個性があった。スタバのね、ブレンドコーヒーじゃねえや。ドリップコーヒーが美味しかったです。しかも値段、安いしね。ショート、一番、S サイズですね。を頼んだんですが、普通に結構量多かったしね。うん。最近行ったんですけど。で、香りもすごく良かったし、コクもすごいあって、で、苦味も際立ってたしね。あ、これうまいなと思ったんですよね。うん。まあ普段スタバとかは行かないんですけど、ちょっと行ってみたんですね。ちょっとスタバ怖かったんですよね、ぶっちゃけ。うん。あんまりね、一回ぐらいしか行ったことなかったです、今まで。なんかあの雰囲気がね、どうにもこの、俺にはちょっと合わなかったっていう感じなんですけど。まぁ、ちょっとね、やっぱスタバはちょっと行きづらい雰囲気だよね。でも、コメダコーヒー店は非常に行きやすくて、店員さんもね、美人でね。美人っていうかね、非常に、俺好みの、清楚系のね、清楚系で、なおかつ、なんだ、清掃で美人な人でね。スタバはね、あれ、清掃系じゃなくてね、元気系なんですよね。スタバはね。ああ、店員がね。割と元気系なんですよ、あれ。あっち。コメダコーヒー店やっぱり、そもそも、スタバと違って、コメダコーヒー店って、あれなんですよ。いわゆるファミリー向けの、喫茶店なんですよね。なんで今日行ったら、非常にね、ファミリーがたくさんいて、うん。やっぱファミリーで行きやすい。で、結構ね、その、店内も、結構喋りやすい雰囲気で、うん。非常に、ね、会話とかがすごい、聞こえたりして、みたいな。ね、スタバはね、ファミリーというよりは、確実に若者なんですよね。で、なおかつ、ちょっと重苦しい雰囲気があり。うん。まあ、会話はほとんど聞こえないって。いても一人か二人っていうかね、ギャルがなんか、話してたりとか。ああ、そうか、そんぐらいなんですよね。やっぱそこが違うかなと。
でもあれだな、シロノワールの、ソフトクリームも美味しかったな。どんな感想だよなっていう。コーヒー店に行っておいて、ソフトクリームうまかったな。しかも、シロノワールのコーヒー、シロノワールがうまかったんじゃなくて、ソフトクリームがうまかったなって。どんなだよ。いや、ソフトクリームうまかった。これ、クリーム店にした方がいいんじゃないか？正直。正直、コメダコーヒー店ちょっと、クリーム店にした方がいいぞ。絶対クリームはうまかったんだよ。バニラ、アイス、ソフトクリームといい、コーヒーフレッシュといい。どう考えてもね、ミルクがうまかったんだよね、結局ね。いい、多分、ミルク使ってんだろうな。何なんだろうね、これね。コーヒー、コメダコーヒー店って、なってるんだけど、コーヒーはまずいんだよな。いや、別にまずいっていうか、うまくはないんだよね。結局ね。結局のところ。うまいとは言えないんですよね。ん？って。もう一般的な、コーヒーって。もう何の、特徴もなく、かもなく、不可もなく、みたいな。まあいいや。これ三つ星です。カクテルパートナーモスコーミュール。です。それではご視聴ありがとうございました。